がされると、そういう制度的な枠組みを新たに作ったと考えることができると思います。森裕子君。今の答弁は理解できません。憲法第66条、第3項、内閣は行政権の行使について国会に対し 連帯して責任を負う。すべての行政はその内閣が責任を負うんです。最終的な責任を負うんです。この検察審査会についてはどこが行政権行使のその責任を負うんですか。戦国法務大臣。この起訴不起訴の問題はですね、この検察審査会の起訴相当議決によっていわば検察官が起訴したのと同じような効果を持つと、こういう、まあ、ある意味で、新しい枠組みが作られたわけでありますが、それ以前にはつまり我々が若い頃にはというと語弊がございますが、不審判請求準起訴手続きというのがございました。これは公務員の暴行陵虐罪と限られた犯罪についてはですね、告訴告発が行われて、これについて検察官が起訴をしないというふうにした場合に、その案件について不審判請求を裁判所にこの事案は起訴すべきだと、こういう申し立てをすることができることになっておりまして、現に数 あまり数は多くないと思いますけれども、そういうことで裁判所がいわばその不審判請求を認めて起訴という効果、つまり本来は検察官でしかありえない起訴という効果をもたらすことができると、つまりそうなってきますと、この起訴行為、公判請求という行為自身は行政権の行使でありますから、これは裁判所が、つまり司法の立場にある裁判所がそういうことを行ったと、これ誰が責任を持つのかという話になってきますと、これは刑事司法裁判の過程でプロセスの中で、その逃避が問われなければならないということになるわけであります。したがって、いわゆる刑事司法という言い方がですね、これは行政権の行為であるけども司法という言葉が入ってきておりますようにですね、これは司法権の行使、司法権の範囲と行政権の範囲が、まあ、いわばせめぎ合うといいましょうか、あるいは混じり合いながらそれぞれが独立して行われなければならないという、その要請に従って、この種のある種そういうあれかこれかというふうに言われれば分かりにくいことになっておるんですが、これは制度をどう作るかという割り切り方の問題だと私は思っております。森裕子君。憲法違反じゃないですか。三権分立の中に入っていない、今のご答弁はどこも責任を負わないと自ら宣言しているようなもんですよ。検察だって行政が最後は責任を負うんです。三権分立の外にある第四権力ではないですか。戦国法務大臣。例えば会計検査院もですね、そういう意味で憲法上のこれは機関で、ございまして、そういう意味でこれは行政権の行使なのか、あるいは会計監査検査という権限が別途行政権の行使のほかにあるのかと、こういうふうに問われますとですね、なかなかそのなんていうんですか、あれかこれかという分け方は難しいのかも分かりません。で、今憲法違反じゃないかというお話がございましたが、憲法が許容されるそういう制度的な設計だということで、多分じゃなくて設計だということで、内閣法制局がですね、これは吟味してこの法案が通ったということでありますから、当然この刑事司法の過程でですね、憲法違反を理由にして争うことはできるだろうと思います。森裕子君。憲法違反ということで争うということになるということだということですが、今の指摘皆さんぜひ考えていただきたいと思います。